マリチャンネルです。パワープロプリやっていきます。今回は新時代コントロール131桃鉄デッキについて皆さんと話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆さん桃鉄やってますか？ツオドリの登場で、本当に時代が変わったなと。査定がね、爆上げできるようになったので、よりね、強い投資が作りやすくなりましたよ、というところです。ただ、一個考えなきゃいけないのが、必須キャラがかなり増えてきたなっていう印象が強いです。そう思われている方も多いと思いますし、ちょっと代用も出しつつっていうところで、基本デッキこんな感じなのかなっていうところと、その代用についてね、お話ししていくとともにね、皆さんからも、こんなん使ってますよとか、こういうキャラいいんじゃないですかねっていうのをコメント欄に書いていただけたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。で、現状必須キャラはこの4キャラプラス桃鉄のキャラ2人っていう感じになるのかなっていうふうに思ってます。で、まずは、同影ですね。で、同影に関しては、やはりコツが強い。打たれ強さ伸び、重い球、逃げ球。これプラスコントロールのコツ。特にコントロール131の時代では、削減できる技術精神のポイントが、1個コンコツもらうだけでも相当なものになるので、このあたりはでかいんじゃないかなっていうところもそうですし、ボーナスのコントロール上限4アップ、かつカリスマと二刀流の交差点への金とこ取れるっていうところと、得意練習も急速と変化で強くてマイベっていうところで、本当に外す理由が全くない、超強キャラだなっていう感じになってます。で、二人目、ソドリ翼ですね。で、コントロール上限アップ8を持っているので、これがないと今回のね、話も成立しませんし、今のね、この流行りっていうのも全然違うなっていうところなので、本当に時代を変えたなという感じはしてます。で、ピッチャーの場合は、勝利の星と勢いよ、もしくは街道勢いよが取れるキャラクターになっていて、コツもね、自己紹介でまず伸びさんっていうのは本当に反則級のね、自己紹介と、ピンチ伸び脱三振、緩急、急速安定安全圏、警戒解除と、投手の方をコツかなり多く持ってるなっていう感じの印象です。で、イベントもね、体力回復多めにありますし、本当に、コントロールの得意練習ってところもあって、桃鉄高校ではね、非常にこう活躍しているなというところです。もちろんね、今後でも強いんですけど、今はまだ進化が発揮できない感じの環境なのかなっていうふうには思ってます。そして、僕最強だからですね。はい、五条先生と。で、五条先生に関しては、コントロールの上限もそうなんですけど、テーブル強いんですよね。練習効果20。そして50でもね、基礎もの生えてきて、筋力ボーナスですか。で、精神ボーナスもあって、得意練習率アップもあって、試合経験点も 20% あって、コントロール上限も4であって、スペシャルアタックも 100% あってというところも強いですし、やはり精密機械が取れるっていうところで、超強キャラが、ここで噛み合ってきているので、そこと一徹っていうところがね、めちゃくちゃ強いですね。で、コツも結構なものが取れて、クイックとか取れるのも結構この高校では嬉しいのかなっていうふうに思ってます。はい。っていうところと、最後は、ルミナですね。チビちゃんルミナの方ですと。で、チビルミナの方もコントロール上限8を持っていて、サポートないしは普通のデッキ、どっちかに入れて、こう、うまく噛み合わせていくと、131めちゃくちゃ作りやすいので、非常に強いキャラだなっていうふうに思ってます。前から、こう、どう使ったらいいんだろうなっていうところで、コントロール上限8ってね。ただ本当にこの131の査定が爆上げできますよってところからね、一気に火がついた感はありますね。かつ、ピントクもカモフラージュと復活取れるので、査定面も全く問題ないっていう感じはしています。はい。この4キャラは、まず外せないかなっていうふうに思っていて、ここからどういう感じで組んでいくかっていうところで、基本デッキ2つとりあえず考えてきました。で、桃鉄高校のキャラは2人入れる前提と、フレンド枠は五条悟る固定という感じです。なので、28上限になってますけど、プラス4ついて32という感じですね。で、まず、同栄、そして、ソードリ、で、桃鉄高校のキャラのサルとキジ入れて、明神入れてます。で、サポートにルミナーと、あとはスバルですね。で、スバルの枠はコントロール上限4も以上持っていれば誰でもいいので、田中のマー君とかでもいいですね。仙台とかが安くなるんで。いろんなキャラクターは入れられるのかなというふうに思ってます。で、査定的にも3640ですか。かなり高査定の、デッキになってますし、明神とかもね、やっぱ強心臓が、猿と組めて、かつ、スタミナの上限も6ついて、肩上限も持っているので、できれば入れたいかなという感じですね。で、急速もこれで明神じゃねえか、五条先生と合わせて3枚組めて、凄まじいタッグをね、引
き起こすことがありますよっていう動画もね、前にね、ちょっと上げたので、まあ、その辺もかなり期待できる強さかなっていうふうに思います。かつね、明神は京都がゆかりの地になっているんで、まあ、本当にこのデッキが、まあ、安定感としては、まあ、一番いいのかななんて、個人的には思っていたりはします。はい。で、デッキは2-2の方ですね。で、2の方はルミナを前に引っ張ってきて、あとはスタミナの、犬を入れたような編成にしてあります。で、まあ、この構成にサポートに、貧乏神ちょっと僕 SR 以上持ってないので、PR 入れてるんですけど、急速上限枠と輪っか内のゆかりの地で入れてますという感じになってます。で、査定的にも前のデッキとそんなに変わらない3466なので、まあ、金属1個ちょいな、ある、まあ、1個じゃないか。半分ぐらいかな。っていう感じの査定だと、で、まあ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 っていう感じですし、まあ本当に犬猿でね、ずっとやられた方は、こっちの方が慣れてる方も多いと思うので、まあ記事っていうよりはね、犬くんの方が高査定とか、レベル的にもね、上なので使いたいよって方は、こんな感じの構成もいいのかなっていうふうに思ってます。で、まあこんな感じの構成と、まあ、あとは、まあ、こう、手を変え、白を変えじゃないですけど、まあそんな代表たちがこんな感じに並んでいて、で、まあ、まずは使いやすいのはやはりホールスワンですね。まあ、前々からテンプレート入ってたっていうのもありますし、鉄腕とね、エースの風格、まあ、査定どっちもね、鉄腕なんか2色にするとめちゃくちゃ高くなるし、安いのでそもそもね、鉄腕だけでもね、まあ、いいなっていうところは強いかなっていうふうに思ってます。で、能力もね、同栄とほぼほぼ同じようなコツを持ってるんで、まあ、保管しやすいっていうところが非常にいいですし、急速変化の練習も良くて、コントロール、スタミナ上限という感じになってます。で、今回結構こう、使われてる方が少しずつ増えてきたかなっていうのが、モルモトですね。で、モルモトに関しては、上限ないんですけど、カイドウと鉄仮面、まあ、カイドウの方が、ソードリと合わせて新カイドウにできて、まあ、そこの査定がかなり大きいので、まあ、そんな感じの使い方もありなんじゃないかなっていうところです。で、もともとね、広島ゆかりの地で使ったりした時もあったんですけど、なかなかこう、芽が出ないっていうところだったところでね、コントロール131で、まあ、モルモトが、上限持ってない分ね、サポートの枠とかにね、プラス6のキャラ入れたりとかしなきゃいけないんですけど、まあ、それでもまだまだ使っていけるかなっていう感じのキャラになってます。そして、ニジタニーですね。まあ、ニジタニーはめちゃくちゃ使いやすいです。まあ、コントロールのコツが、能力、キレと打算心しかないので、めちゃくちゃ取りやすいっていうところ。で、上限4でスペシャルダックも 40% アップになったんで、まあ、非常にタックも強いですと期待できるって感じですね。なので、まあ、本当に、こう、コントロール上限枠困っててって方はね、ニジタニーとか全然ありかなっていうふうに思っているので、ぜひぜひ使ってみてください。そして、まだまだ強いですね。神楽坂社長ということで、コントロールと、あとスタミナ上限持ってるのが結構キーかなというふうに思っていて、まあ、入れると、やっぱりスタミナの上限枠キャラ入れなくてよくなるので、まあ、そことコントロール上限うまく噛み合わせてっていう感じですね。で、ジャストヒットと金縛りで2金6ニコ取りできますし、変化球の練習も強いですし、かつね、仙台の手前ぐらいがゆかりの地になってて黄色駅で2枚もらえるんで、なんかこう全財入れない編成結構増えてきたので、まあ本当に入れといても、まあやりやすいのかなというふうには思ってます。もしくはサポート枠とかでも全然いいと思うので、この、モーテス高校キャラ扱いにもなりますしね。なので、なんか結構こう、神楽坂社長また入ってきても全然いいのかななんていうふうに思ってます。あとは、金縛りをね、こう、うまく取れるようなキャラがまた組み込まれれば、また、こう、うまくやれる面もあるのかななんていうふうには思っていたりします。はい。そして、前座ですね。で、前座に関しては、やっぱり、その、一人だけね、カードの駅で2枚もらえる率を高めてくれる圧倒的にっていうところがあるので、まあ本当にスペシャル枠だなという風な印象はすごく強く持ってます。まあまだまだ強いので全然使っていいかなっていうところと、やっぱり強心臓をね、一緒に猿と取れるっていうところで、新強心臓。まあここの査定かなり強いですし、脅威の切れ味も査定大きいので、まあそういうところとコントロールがね、ソードリーが来る前は一人だったので、まあ、そこでの、こう、サイコロをでかい目出せますよっていうのも魅力ではあったかなっていうふうに思います。まだまだ使えるキャラなので全然いいかなっていうところです。で、あとは、ま、やっぱりコントロール上限4以上を持ってるキャラたちになるのかなというふうに思っていて、まあ、例えば、風薙とか、あとは、小悪魔水木とか、まあ、野球マスクとかもそうですし、あとは中継ぎとか抑えですね、虎杖とか、あとは、大神とかですか。
を、まあ、使ってうまく131組みながら編成していくのがいいのかななんていうふうに思ってます。で、まあ、ここまでいくとかなりスラスラ話した感じなんですけど、結局この固定キャラたちが4人ですか。まあ、まずいないとなかなかこのデッキを理想的に組めないっていうところはあるので、まあ、本当にこの、なんでしょうね、難しいところはあるなっていうふうには思ってます。まあ、全員限定キャラですし、まあ、なかなかね、こう全員揃ってるっていう方々も、まあ、どうなんだろうなっていうふうに思っているので、まあ、そのあたりは、ぜひ皆さんからもご意見いただけたらいいかなっていうふうに思ってます。まあ、全キャラ普通に持ってますよって方がどれくらいいるのかなっていうところと、まあ、そもそもなんかこんなに持ってねえやって方がね、どれくらいっていうのが、まあ結構把握できると僕自身もね、ああ、そういう感じなのか、僕の動画を見てる方々はっていうところもね、つくので、ぜひぜひ、何かしらご意見いただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。